はい、皆様、ちわちわ、哲でございます。今日はね、記憶の回想っていうことでね、こちらのお店にやってきております。松田酒造店、増泉佐々木さんです。でね、今日こちらの方にお邪魔するの理由はね、この間のバッカス富山で、こちらのお酒、リンク8888、それを飲ませていただいたんですけども、その時の記憶が全くないの。なのでこちら試飲できるそうなので、あ、もちろん有料よ、有料で試飲できるそうなので、ちょっとその味どうだったのかなっていうことでね、確かめに来ました。だから記憶の回想。はい、では鉄コーポレーションスタート。チャンネルはそのままよ。では佐々木さん、入店でございます。ということで、今回鉄が選んだのはセーフで乗り比べ15分コースだよ。15分でどれだけ乗れるんだろうかね。これがね、新用のバス。ああ、牡蠣のオイル漬けか。これね、美味しそうなんでね、これ一ついただこうかと思います。今日の目的はね、これとね、このアルツってやつ。ハーブスなんで、はい、ご自身で冷蔵庫から飲みたいことで持ってきて、はい、ここに注いで飲んでいただきます、はい。注ぐ際の注意点は1点だけ。はい、お酒のボトルの先をここにくっつけない。注ぐ時に、あ、そうですね、あ、ちょっと上げて、ちょっと浮かせた状態で、はい、お願いします。わかりました。押してください。はい、押してください。押します。はい、始まったよ。はい、じゃあどうぞ。始まったよ。ではリンクいただきます。よいしょ。ここよ。で、これがね、今日飲みたかったリンク888。これウイスキーのね、シーバスの樽で作った日本酒らしくて、で、888っていうのがスコットランドと日本の距離らしい。ロマンだよね、これ。ではいただきます。あー、なるほど。やっぱり想像する日本酒の味よりもやっぱちょっと洋酒に近いのかな。うん、うん、コクもあってね、やっぱ美味しい。うん、ね、飲み口もやっぱり、ね、優しいのかな、うん、そんなにね、重くはない、重くもないし、重くはないんだけども、やっぱコクだね、うん、コクがある。
あ、でね、ホタルイカね、買うとね、こういった感じでね、お皿に入れてくれるんだ。で、これも気が利いてくれるの、うん、これも、富山の焼き物なんて。これね、ホタルイカのね、あの、すぼし。で、増泉さんのにできる、あの、酒粕をつけて、それをこした、あの、ホタルイカらしい。うん、で、いただきますよ。うんうん、うまさがね、ぎゅっとね、濃縮されてるね、感じ。うん、そんなにも硬くない。うん、美味しい。酒のあてには最高だね、これね。うん、いただく。うん、最高でね、15分飲み放題なんでね、これなくなったらもうなくなるんだけど。もう一つね、気になるやつあるんでね、それ取ってきます。でね、お次持ってきたやつがこれ R の木元、値段書いてあったんだけどね、11,000円。あ、どんな味するのかね、これね。で、値段で持ってきたところがある。やっぱりちょっと色がついてるね。では、R、木本、11,000円。あ、すっきりしてた。すっきりしてて甘い。うん。ほんと不思議だよね。いろんな味あるね。うん。やっぱし甘さもすっきりしてる。うん。美味しい。2杯目終わりました。意外と時間が普通に早いね。もう残り5分。うん、次行ってきます。はい、続きましては R2。 確かね、ドンペリの酵母を使ったっていうお酒らしい。さて、どんな味だろう。はい、では R2。 これね、最初のね、リンクとこの R2 が飲みたかったの。さっきね、ちょっと値段に引かれてね。ということで、いただきます。あー、すっきり、すっきりする。すっきりした味。やっぱワインっていうか、洋酒、ワインっぽい。うん、奥からはね、日本酒の味っていうかね、風味がパッとくるんだけどね、最初の一口はね、ちょっと軽い感じ。あ、これもね、美味しいよ。うん、3杯目終わりました。あ、残り1分。はい、続きましてこちら、熟成コシらしい。1994年もの。さあ、どんな味なんだろう。4杯食べました。では1994年ものの日本酒。おお、そうなるね、これね。ね、表現の仕方が難しい。合ってるかどうか分かんないんだけど、紹興酒のような熟成された味。うん、そんな感じがする。うん、紹興酒もね、結構ね、時間ね、熟成されたお酒なんでね。うん、色的にもね、結構黄色い。うん、後味は軽いね。うん、だけどね、最初のね、一口がね、あ、熟成されたみたいな感じでスーッと消える。
すぐフレームインしてくるから。はい、15分で4杯いただきました。なかなかいいシステムだけど、ちょっと時間に追われるね、うん。はい、佐々木さん、いかがだったでしょうか。いろんなお酒に出会えて本当俺幸せということでですね、今日のね動画面白いなと思われた方はぜひともチャンネル登録お願いいたします。では佐々木さんより鉄がお送りいたしました。またね、バイバーイ。